はい、今日は黒田さんジャズライブハウスに来たんですね。こんな雰囲気もいいお店でちょっと楽しみですね。僕もね、初めてジャズライブハウス行った時はめちゃくちゃね、ワクワク緊張しましたからね。ちょっと緊張しますよね。あ、そういえばさ、あれ黒田さん、ちょっと友達と喋っちゃうの？ちょっとまあまあ声でかくない？わかる。じゃあちょっと他の人の演奏を聞いてますからね。声はちょっとね、喋るんだったら後ろの方で喋っていただいて。そう、店員さんに怒られるでしょ。ダメです。はい。まあちょっとね、お酒とかも入っちゃうから喋っちゃう気持ちもわかるんですけど。どうでした？彼女できた？ちょっと声ちっちゃめだけど、まあまあうるさいよ。本当？何もその。彼女できたとか、こう紹介しろよ。なんかこう嫌な上司ですね、あんた。はい。この間めっちゃ可愛かったし。もうちょっとやめるのやめて。はいはい、ダメですよ。はい、というわけでですね、はい、ライブ中は絶対お話ししないようにしてくださいね。はいはい、それでは、あ、今日はこの一人で来たんですかね。はい、ジャズいいですよね。あれ、本読んじゃうんですか？ジャズミュージシャン結構メンタル弱いんでね、興味ないふりするとミュージシャンちょっとへこんじゃうかな。まだ読むの？あ、ちゃんと一応聞いてるんですね。アドリブが終わるところはね、ちゃんと、拍手してとってもいいと思うんですけど、やっぱ後ろの方だったら構わないですけど、やっぱり演奏を見るっていうことはですね、やっぱりこう集中して聞いてあげてほしいなとは思います。僕もね、最前列でずっと本読まれたことがあってかなりへこんだ覚えがあるので、まあそういったところですね。もう横向いちゃってもう、でもね、雰囲気とか楽しむには全然いいんでね、後ろのバーカウンターの後ろの方だったらね、これもありかなとは思いますが、はい、ジャズを楽しむところの、マナーとしてですね、本は、読むんであればミュージシャンの最前列では見ないっていうことにしていただけたらいいかなと思います。はい、それでは、今回は、まあ、お一人でいらっしゃったんですかね。はい、ジャズライブハウスですね、楽しいですね。あ、雰囲気いい感じだなって感じですよね。楽しみですよね。お、ちょっと携帯はもうそれはしまっといてくださいよ。誰か電話かかってきたんですか？出ちゃうの？あ、ちょっとそれはね、他の人にちょっと迷惑だから出るのはちょっと良くないですね。やっぱお店から外出て、出ていただくかなんか、その場で出るとね、やっぱりミュージシャン的にも他のお客さん的にもね、問題ありますしね。なんかこう返信のメールしてるんですか？はい、じゃあジャズいいライブやってますから、しっかり見ていただきたいなと思うんですが、アプリとか始めた？ちょっとゲームとか、まあ、ちょっとそれはね、さっきも言ったんですけど、ミュージシャン結構メンタル弱いですから、あれ自分の演奏ダメなのかななんてみんな思っちゃうんですよ。なのでね、やっぱ前で携帯をいじるっていうのはね、あんまり良くないですね。これも本と一緒でですね、一番後ろの席のバーカウンターでこっそりとかね、そういった感じだったらいいとは思うんですけど、でジャズって BGM としてもとても美しいですから、そういう風に使いたい気持ちはすごくよくわかるんですけど、やっぱりね、周りのお客さんもね、つまんないのかなって思っちゃったりしますしね、ミュージシャン自体がやっぱり、へこむんで、演奏中にね、携帯はいじらないっていうことを、ぜひ徹底していただきたいなと思います。何、ゲームで負けちゃったの？もう完全にゲームに集中しちゃってますね。ほら、お店の人にも注意されたでしょ。はいはい、今度はね、真面目に楽しんでいただけますかね。はい、最前ですね、腕組まれるとですね、まあまあこれもですね、なんか拒絶されてるみたいな感じがするんですよね。これ本当についこの間あったんですよ。ずーっと目の前でね、こう腕組まれてですね、でしかもソロが終わっても、ドラムソロが終わってもずーっとね、こんな感じでいたんで、もう全然楽しくないのかなと思って、もうかなりね、へこみましたね。はい、1曲目が終わりまして、はい、
でこうやってね拍手もなかったんですよ。だからすごい僕ね、あこの人すごい、なんか僕が悪いのかなってずっとねドラムの横だったんで思ってたんですけど、いやとっても素晴らしかったです。でもその時はこうやって本当に言っていただけました。あ、今度はアップテンポな曲ですね。はい、演奏も佳境になってきて、うん、あれおトイレ行きたいのですかね。はい、まあ行ってもらって全然構わないんですけどね。はい、でこれこの間先日本当にあったんですけど、あのベースソロって休憩の時間じゃないんですよ。ベースはね一応ベーシストのソロなので、これ結構ベーシストへこむんですよ。なのでね、まあ、もちろんおトイレに行くのは全然構わないんですけど、ベースソロはお休みだっていうふうには思わないでいただきたいというところでございました。はい、というわけで私が、思った、5つ挙げてみました。演奏中はお話ししないですね。まあまあね、ずっと喋ってる人いるんですよ。でやっぱり演奏中って、まあ、要は他の人も聞いてるわけなの でそこで以前なんで一番ひどかったのは、そうやって店員さんがね説明すると、俺がみんなの金払ってやるから俺が喋ってもいいだろうっていう人がいましたけどね。やっぱりみんなそこで時間を使ってね、交通費使ってそこに来てるわけですから、まあお金払いは何でもいいって形ではなくて、演奏中はやっぱりねお話ししないっていうのがいいかなとは思います。ただね、海外なんかの場合はね BGM として楽しむねエリアっていうのがあるんですよ。そこは結構お話ししても大丈夫で、あんまりね声が届かないようなエリアがあって、商談なんかに使ったりとかするんですね。で聞きたくなったら前の方で聞くっていうようなねスタイルですね。こんなジャズライブハウスがねできたらすごいこういろんな楽しみ方ができますからね、流行るんじゃないかなっていうふうに思ってます。出資してそんなの作ってみたいっていう人があったらね、ぜひ僕にご連絡ください。はい、2番と3番ですね。演奏中に本読んだり携帯電話は使わないということですね。まあこんなのは、普通だとは思うんですけど、やっぱり後ろの方でねつつましく使う分には全然構わないと思いますが、やっぱり最前列とかだとミュージシャンやっぱりね、あ演奏良くないのかなって思っちゃう。もうジャズミュージシャンほんとメンタルすごい弱いんで、そこら辺気を使っていただけるといいかなと思います。4番目のね、腕を組んでミュージシャンを威嚇しないっていうのは、まあ、ちょっと言い過ぎかなと思うんですけどね。で腕を組んでもう本当にね笑顔も全くなくずっと聞かれてるとですね、これもミュージシャンまあまあへこむんで、アドリブが終わったところでやっぱりね少しずつねこう拍手していただいたりとか、その辺もねミュージシャンが盛り上がる原因になるので自分も楽しくなりますからね、そういったところも参加しながら演奏を聴いていただきたいなと思います。そして5番目はベースソロは休憩じゃない、トイレ行くの別に構わないんですけど、前に本当にね最前列でちっちゃい女の子がお母さんにトイレ行きたいって言ったら、もうちょっとしたらベースソロだからって言ってですね、ちょっとかなり笑ったんですけど、ベースソロは休憩じゃないですから、ベースソロは何をやってもいいっていうわけではないですからね、ここら辺分かっていただきたいなと思います。まあ要はミュージシャンの気持ちもね組んであげて一緒に楽しみましょうっていうことでございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。